皆さんこんにちは。おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM はガーデンというものを選ばせていただきました。そして本日は藤井風さん日本全国ホールツアー5年目の群馬についてお話しさせていただきたいと思います。まず群馬県というのはどこにあるのか皆さんご存知ですか？はい、そう、東京の結構近くですね。埼玉の上の方、栃木と長野の間に挟まれておりますね。群馬県でございます。そしてこの高崎芸術劇場というところで風さんがホールツアーをやるということですけれども、大劇場ね、とっても素敵なところですね。そしてこちらは2000人ちょっと収容できるという場所のようです。そしてジャパンというパンフレットにも載っておりました、こちら群馬の草津温泉ですね。これは湯もみと呼ばれるもので、熱い源泉の温度を入浴できる程度まで下げるために、お湯の中に約180センチの板を入れて湯を揉むようにして冷ますことでお湯が柔らかくなるというメリットもあります。調子を取るために歌われるのが草津湯もみ歌です。で、わー、すごい面白いですね。まあ、水を入れてしまうと温泉の効果が薄れるからっていうことですよね。素晴らしいですね。そしてこちらにも載っておりました、これは大勢、素敵ですね。大勢のね、木道ですね。あ、行ってみたいな、こういうところ。そしてこちらにも載っておりました、こちらは富岡シルクミルということで、富岡製糸場で群馬県富岡に設立された日本初の本格的な機械製糸の工場です。1872年、明治5年の開業当時の製糸場が残っておるということですね。こちらは世界遺産にも正式登録されているところなんですね。そして視聴者様、てるこさんからも群馬県に関する情報をいただきました。えみさんこんにちは。温泉天国群馬県、453源泉、温泉地96カ所、自然湧出量日本一、草津温泉日本三大美人湯、天下一の露天風呂、稲穂温泉、島温泉、水上温泉、沢渡温泉、万座温泉、まだまだたくさんあります。全国ツアー、ずつさん、風さん、体調が心配です。ぜひ温泉で疲れを癒してほしいです。食べ物、焼きまんじゅう、水沢うどん、高崎パスタ、こんにゃく、大田焼きそば、ソースカツ丼、峠の釜飯、上州御用鶏飯、温泉まんじゅう発祥、湯の花まんじゅう、まだまだたくさんあります。長くなりごめんなさい。ということでね、いやいやいや、てるこさん、たくさんの群馬県情報ありがとうございました。こんなに温泉あったんですね、知りませんでした。美味しいものもたくさんありますねと思ってたら、てるこさんから追加情報でね、えみさん、各地へ出かけた写真を見て、我が町高崎市は28日土曜日ですので、前回は食べ物多目なので、白衣観音、群馬の森、だるま寺、ゆるキャラ、群馬ちゃん、縁起だるまかな、風さん、地方の経済効果バッチリですね、風のミックスとかで追加情報いただきましたよ。本当にそうですね、てるこさん、ありがとうございます。風さんがこうやってね、日本全国を回って、その地方のね、美味しいものとかゆるキャラとかいろんなことを紹介していくことって、日本のね、地方の経済効果に貢献しておりますよね。これは本当に風のミックスですね。いや、素晴らしいです。
そして昨日またね、てるこさんありがとう追伸、高崎といえばパスタの町、シャンゴのスパゲッティが有名です。焼きまんじゅうもということだったんですけれども、ありがとうございます。実は今朝みえさんからもね、こんなコメントいただきました。あと群馬情報です。高崎に少し住んでたり、職場が群馬なので情報を少し。高崎はパスタのお店がたくさんあります。シャンゴというお店はテレビにも出たりしてますが、子供が小さい時家族でお邪魔した懐かしいお店。だるまも有名、高崎白衣大観音も有名です、ということで、みえさんありがとうございました。そしてこのシャンゴというお店がまた出てきましたので、私気になってググってみました。本当に美味しそうですね。群馬のうまいイタリアンということで、いろんなスパゲティがありますね。私気になったのはこのオリジナルっていう、これね、シャンゴ風って書いてありますけども、豚カツが乗ってるんですね。すごいですね。てるこさん、みえさん、ご紹介ありがとうございます。ちなみにね、群馬のご当地グルメも調べていましたら、やはりてるこさんがおっしゃってた水沢うどんが1位、そして高崎で有名だとおっしゃってた焼きまんじゅうが2位でした。素晴らしいですね。ありがとうございます。そしてみえさんがおっしゃっていた高崎白衣大観音もめっちゃ気になって、ちょっとググってみましたけど、こちらすごいですね。いやー、これぞ日本って感じがしますけれども、ご紹介ありがとうございました。そして群馬県といえば最近聖地ができましたよね。そうです、この風さんの祭りで使われたロケ地が群馬県にあるんですね。ね、先日ロナさんも言っておりましたけれども、こちらはね、群馬県の臨江閣、そして楽山園という2箇所で撮影されております。なのでね、きっと風ファンの方も訪れている方は多いのではないでしょうか。いや、実は私ね、いとこがね、群馬県に住んでおりまして、そして小さい頃はよくね、遊びに行っていたんですね。そして彼女はね、アメリカ人の方と結婚してニューヨークの近くに住んでいるんですけども、これ結婚式の時ね、私が出席した際なんですけども、実はね、先々週かな、もう24年ぶりぐらいに会ったんですよ。こっちにね、出張できてて、もうね、とっても嬉しかったんですけど、という余談が入りましたが、ということで群馬県いかがだったでしょうか。他にも皆さん群馬県の情報、そして風さんやグッズさんに食べてほしいものなどございましたら、コメント欄に残してくださいね。そして群馬の後は長野、そして静岡になりますので、長野県や静岡県の情報もぜひコメントに残していただけたら嬉しいです。ちなみに昨日話題に出た八番ラーメンですけれども、この八番ラーメンさんの公式のね、ツイッターでね、つぶやいております。藤井風さんが子供の頃食べたという八番ラーメンのアカウントはこちらになります。岡山県には7店舗ありますっていうことでね、こちらリンクつけておきますけども、もう八番ラーメンさんも風のミックスですね。これで商売上々ですよね、ってことで本当に影響力すごいですね。そして5月24日の言葉はエーバーフォード、前に進みましょう、 but slowly、 でもゆっくりとね、ということですね。そして今日たくさんの情報をくださったてるこさんの写真です。お婿さんがね、代わりに群馬の写真ですということで送ってくださいました。ありがとうございます。もう両手を広げてね、いろんなところで撮ってくださいました。素敵ですね。
そして今朝群馬の情報をくださった三重さんも、風さんファンだという娘さんの両手を広げた写真も送ってくださいました。ブルーベリー畑に行った時のものですということで、素敵ですね。ありがとうございます。こちら締め切りは6月6日月曜日になりますので、皆さんをどんどん送ってくださいね。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。エミでした。ではまた。